第39回ラジオチャリティーミュージックソン AKB48 声の朗読風の電話。その白い電話ボックスは岩手県大槌町の海を見下ろす高台にあります。中に置かれているのは一台のダイヤル式の黒電話。受話器を上げてもこの電話はどこにもつながりません。人々はこれを風の電話と呼んでいます。水産加工の会社を辞めた佐々木至さんがこの町に住み着いたのは12年前でした。綺麗な海を一望できる4000平方メートルの荒れた土地。そうだ、ここを耕して木や草花をいっぱい植えよう。誰もが自由に楽しめる庭にしたい。それから庭作りに打ち込んだ佐々木さんが庭の片隅に電話ボックスを置きたいと考えたのは、小さい頃から兄弟のようにしてきたいとこが癌で亡くなったことがきっかけでした。その人は字がうまく、佐々木さんは自分の考えた文章を持って病院を訪ねました。薄れていく意識の中でいとこは最後の力を振り絞るようにその言葉を書き上げてくれました。風の電話は心で話します。静かに目を閉じ耳を澄ましてください。風の音が、または波の音が、あるいは小鳥のさえずりが聞こえたなら、あなたの思いを伝えてください。寂しくなったらいつでもあの電話でいとこと話せる。このメッセージは今も風の電話のボックスの中に置かれています。2011年3月11日東日本を襲った大地震と大津波。大槌町では町の人口のおよそ1割1300人の死者行方不明者が出ました。佐々木さんは犠牲になった人たちの気持ちを想像しました。最後の言葉を伝えたかった人、喧嘩したままになってしまった人、残された寂しさを伝えたい人、一言、愛してるよと言いたい人。そうだ、風の電話を使ってもらおう。抜け殻のようだった佐々木さんに力が蘇り、震災から1ヶ月後の4月20日、周りを花で囲んだ風の電話ボックスが完成しました。新聞に、この電話ボックスのことが載ると、一人、二人と、訪ねてくる人が出てきました。受話器を握って、いつまでも話しかける人。何も話せず、ただ泣き続けている人。ボックスの前に立ったまま、どうしても中に入れない人。佐々木さんは、そんな人たちを、ただ静かに見守るだけです。ボックスに置かれたノートには、心の通話記録が残されています。母さん、どこにいるの？早く帰ってきて。親孝行できずに、ごめんね。私、全力で、あなたの娘を守っていきます。佐々木さんは今、こんなことを夢見ているそうです。大切にしていた数多くのものを失った人たちは、大人も子供も気づいているはずです。本当に大切なもの、それは目には見えない、耳には聞こえないものだということに。風の電話、今日も誰かが誰かに語りかけています。もしもし、聞こえますか？